我が清華高校は数年前に共学になったばかりで、いまだ8割が男子生徒という状況だ。へ、数少ない女子生徒は傍若無人な男子たちに怯える毎日。うん、会長も大変だね。なんだ薄井、お前なんでここにいる。さあね、薄井の場合は存在自体が謎だらけだからな。ひどいな美沙ちゃん、その呼び方は学校では秘密なんだよ。もうまとめちゃえば会長。調子が狂うな。新番組会長はメイド様、お楽しみに。